ぱい。こんだけいい。ちゃんと見たことなかった。見てください。一応純正のインタークーラーのこのエアチューブなんですけど、中にしっかり紐入ってるんで、マスク、冷却、効率アップという。とチューブもちょっと太いと多分いいのかもしれないけど、すごいです。入ってます。これ安いインタークーラーとか、たまにこういう構造じゃなかったりする時あるので、気をつけた方がいいと思います。Thank you.
これつけていきます。
それではですね、とりあえずコンマ 0.8kg、まあ、純正のブースト値で、まあ、設定というか、うん、電車合わせの方とりあえずやったので、まず 0.8kg の本当にノーマルから、スロットルと専用を変えたというだけの段階の、違いというのを、それから測定して見たいと思います。それでは測定の方行ってみましょう。皆さん、前編、中編、後編と、3本に分けて非常に長い動画、ご視聴いただき本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。無事全てが終わりました。リンク ECU をですね、オートマの旧型に取り付けして、ジムニーの旧型ですねに取り付けして無事計測までこれで終わりました。まあ、結果的にはですね、ノーマルの、計測 61.1 馬力、修正馬力が 61.1 馬力と、トルク 11.1 キロがですね、 1.1 キロの、ブースト 1.1 キロ、かけて、馬力が85.7 馬力とトルクが 16.6 キロとだいぶ変化がありました。合計ですると24馬力ぐらいアップということで、そしてトルクもですね、本当に5キロ5点いくつ上がったのかな、
まあ、あとそしてですね、非常にあの、エンジンセッティング ECU セッティングで大事なのがですね、一瞬の馬力よりもですね、どうしてもあのパワーを、あの光栄がいたように、最高出力に近いようなあのトルクとパワーがですね、あのフラットにこう出ていくっていうのがやっぱり最高の ECU のセッティングのですね、肝になってくるんですけど、今回も当然あの突出したあの一発のパワーっていうんじゃなくて、結構下の方からトルクがしっかりこう出て、ブーストと立ち上がりとブースあのトルクが出て、その勢いで、まあ、馬力もしっかりあの乗っていくっていうことで、やっぱりあの純正のコンピューターから、ECU を交換するだけで、それぐらいやっぱり最高出力に達する時間がですね、非常に短くなるっていう利点があります。なのでですね、皆さんももしご興味がありましたら、ノーマル車でもこういった形で、安全にそして高性能にですね、出力の方を上げれることができます。そして、無事、撮影の方も今回ですね後編ということで終わりました。またですね、この今回の動画がいいなと思った方はぜひ高評価グッドボタンの方よろしくお願いします。そして、今後もライバルチャンネルをですね、見ていっていただきたいので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでですね、今回このぐらいにして終わりたいと思います。それじゃあ長いご視聴の方ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。